こんにちは、大場内科クリニック院長の大場圭一郎です。糖尿病のヘモグロビン A1C という値が高くなってしまう原因は何でしょうかという質問を受けました。糖尿病、インスリンという血糖値を下げるホルモンの働きが弱くなっていて、血糖値が高い状態が持続している状態です。血糖値が高い状態がいつも続いているのが糖尿病です。ヘモグロビン A1C というのは 1、2 ヶ月の血糖値の状態を表す糖尿病の診断においてとても大切な数値です。ヘモグロビン A1C、 1、2 ヶ月のあなたの血糖値の状態を表しています。高ければ悪くて低ければ良いとされています。ヘモグロビン A1C 6.5% 以上になったら糖尿病というふうに診断したりします。この糖尿病のヘモグロビン A1C が高くなってしまう原因何なんでしょうか。これは人によって様々です。一番やはり多いのはですね、お食事が原因ではないかなと思います。炭水化物、ご飯、パン、麺、糖質ですね、摂りすぎてしまって血糖値が上がってしまう。甘いものを食べすぎ、あとは清涼飲料水とかジュースとか飲みすぎてしまう方で血糖値上がってしまうという方いらっしゃいます。炭水化物、ご飯、パン、麺って若い頃はたくさん食べていた方多いと思います。ただしですね、年齢を重ねるうちに同じように食べているとやはり血糖値上がってしまう方少なくありません。体重も増えている方いないでしょうか。炭水化物、ご飯、パン、麺などを中心とした食生活の見直し必要かもしれません。ヘモグロビン A1C を上げてしまう原因といえば肥満が上がります。肥満ですね、体重が増えてしまうとですね、内臓脂肪がしっかりついてしまってインスリンの働きが弱くなってしまいます。インスリンというのは血糖値を下げるホルモン、インスリンがうまく働くと血糖値が下がります。内臓脂肪がしっかりあるとですね、インスリン抵抗性と言いますけど、インスリンがうまく働かない状態になってしまいます。なので肥満、太ってしまうと血糖値が下がりにくいという状況が起きかねません。肥満の方、糖尿病、ヘモグロビン A1C が上がってしまった方はぜひダイエットに取り組むようにしてください。